で、中長期の話はこの辺にしといて、ついでだから熱い個別銘柄のお話っていうのをね、最近ね、コーナー化してたので、そちらのコーナーもやってみようかなと思います。人気あるんですか？人気あるんですよ。再生回数は多いですから。ただですね、私、まあ、やっちまったっていうわけ、やっちまったっていうね、ちょっとやっちまったの感じ。やらかし系。やらかし系です。クレームが、一つクレームが来ちゃいました。クレーム？クレームコメントが一つ。こんな緩い日でしたら、どこに動画にクレームくれるんですか？クレームがいただいていますね。ですね。ああ、そう。この、冒頭3銘柄っていうのを紹介した、やつ。それ、ね、煽ったら怒られたってことですか？煽ったんですけど、この霞ヶ関キャプテルっていう銘柄、なんか本業、なんか不動産業で、なんか株価対策が強いから。ちゃんと調べてから喋るって言われてるじゃないですか。そうそうそう。いや、調べて喋らないのが売りなんです。いや、調べてってもね。勘弁してくださいよ。いや、この方はね、この銘柄のことすごく調べて知ってらっしゃるんですよね。いやいや、ね、それはそれでいいじゃないですか。調べたい人は調べたい。調べずに喋った人に怒ったってしょうがないし。いや、調べたって何の解決にもならない。サラリットは見てますから。ちょっと行きましょうよ。いや、言い方が悪かったんですよ、きっと。どうせ株価対策だけで上がってんすよ、みたいなこと言っちゃったから、ここで。まあまあ、そういうのは、まあ、あるかもしれないし、ね。我が野郎と。そうそうそう。なるほど。まあ、一応、これを皆さん。要は、あれでしょ、売り圧力になるかもしれない。そうそうそう。うん、そうそうそう。自分ね。てっきりこうやって。私はありです。熱いって言ってるくせになんかネガティブ発言してたら、それ怒りますよね。そりゃそうですよね。よかれと思って見てくれ。よかれと思って見に来たのに。そうそうそう。だからね、こういうとこちゃんとね、つまりね、やってる。これって不動産の会社でしたよね。だって業績も上がってるし、株価対策頑張ってるとか言ってたやつですよね。そうそうそう。他のものと比べると、なんか、パッとその決算がすごかったとか、こちらが強すぎたんで、なんか、そんな印象になっちゃったんですけど、そんなことないよってことがね、あったので、うん。あとは、基本的に私、ぶち上がってる銘柄に対して、コメントをするっていうコーナーになってますので、まあね、ちょっと、また怒られるかどうかはね、これからの反応を見てね、やっていきたいと思いますけど、今日のね、銘柄は2つございます。2つあります。いや、私もちょっと用意書しますよ。はい、じゃあ用意書してくださいね。まずですね、私が今回見たいのはね、この R プランナーっていう会社さんですね。R プランナーさんね。チャートで見るとね、こんなにね、よいしょと、ちょっとチャートが整ってなかった。チャートで見るとね、ギュン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 ってこう上がってって、直近の下げで下がったんだけど、11月30日ですら反発して上がるっていうね、力強さを見せてるっていう銘柄さんでございます。ただのイナゴじゃないですよ。イナゴじゃないんですよ、これが。ね。ちゃんとね。ニュースとか見ます、ね。2983ですね。はい。こちらはね、愛知県を中心に住宅注文や受け負いや分譲住宅販売などを手掛けているっていう会社さんでございます。で、また上がった理由は何だろうなって調べたところ、直近の急に上がった理由は、分割、株価上がりすぎちゃったんで、分割するぞって言って、ね、またまたもっと買う人が増えるんじゃないかってことでギャーって上がったんですけど、そもそもが、ね、いい感じに上がってたんですよね。はい、うん、だからね、それが、また時価総額の話していいですか？あ、時価総額の話、はい。株価が8500円の今日の時点で、時価総額が114億なんですよ。はいはいはい。ブームが150か160億。うんうんうん。だからこれもうちょっと頑張ったら上がるんです。ねえ、これ分割が来年になったら分割するか、もっと4分割とかもっとすごく買いやすくなりますよ。うん。ねえ、そこで、ね。時価総額の少ない銘柄ってやっぱ上振れしやすいですから。うん、ねえ、そうそう。うん。なので、ちょっとこれ、注目してもいいんじゃないってことで。それで、本当、昨日、逆高高でギュッと上がった理由が特に調べても見当たらなかったんで、なんか、熱いファンがいらっしゃるのかなっていうところで、なんか、この間もその、霞ヶ関キャピタルも不動産関係だったんで、もしかして、不動産系、やっぱり今、業績上がってるとこも増えてるから、熱いんじゃないかっていう。お金が流れてる感じですか。うん、そうそうそう。なので、あんまり不動産系っていうのは追っかけてなかったんだけど、もしかしてはちょっと調査してみる価値はあるんじゃないっていうのが一つ。ね。ありました。適当なこと言ってるとまだコメント来ますよ。
はい。まあ、それはそれ、はい ね。それが今熱いやつ一つで、もう一つ、熱いやつもう一つが、田中科学研究所さんでございます。こちらもね、チャートだけ。408丸見るともう、見てください、この、上り流。ギュンギュンギュン。この、今の直近の下げなんて、ものともせずにね、高値更新をしてるっていうことなんですけどね。なるほど。ね。これは何なのかって言いますと、俗に言うね、EV 関連の電池ですね。EV?EV EV。ね、自動、電子、電気自動車。うん、電気自動車とか。つまり、ね、二酸化炭素をなくしていこうっていうね、感じ系で話でございます。ニュース的で見ると、ニュースはこれで。なんか直近上がったのがね、理由としてはこういうね、EV 関連株が広く買われるっていうのが30日にね、昨日とかですか、だったんで、その中で大きく上がったっていうのが、まあ、それでございます。まあ、何かとね、まあ、株単の方見ますとね、ちゃんと特集を含まれてまして、EV 電池、電撃上昇株リストとかね、やっぱね、EV 関連熱いんじゃないっていう特集が組まれるぐらいの分野になってるとございます。そういうのね、一番伸び伸びとしてるところなんか、この田中科学研究所さんなんで。なるほど。うん、ちょっとこの辺も注目見してもいいんじゃないっていうところが一つ出てきたっていうところですね。もう上がった後ですからね。上がった後なんです。上がった後なんですけど、ここね、なんか他の銘柄見てると、まだ上がりきってない EV 関連のね、銘柄もいらっしゃいますから。まだ後から追っかけるっていうのもあり、あり。まあ、このね、田中科学研究所じゃなくて、関係の銘柄をね、こっちのね、株探査とかで特集してるから、その辺から探してね、やってみるっていうのも一つありなんじゃない、うん、っていうのがね。じゃあ、出遅れ系をさ、追いかけるみたいな。うん、そう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 。だってもう、田中さんすごいんだもん、もう。さっきも見ましたけど。これでも、ここからさらに行けっていうのはなかなかね、勇気がいるんですよね。でも、行かないですよ。ね、でも、ね、短期はありですけどね。短期はね。でもね、もう過去を見るともっと高かった時期は、なんか山がなんか定期的に来てますね。この銘柄半永久的にこんな山ばっかりって言われるんですよ。またそういうこと言うと、ほら、文句言われますよ。調べてないくせにって。いやいや、分かって言ってるんですよ。ね、言われちゃいます、ね。分かって言ってるんですよ、これは。うん、はい、ね。今のはあれですよ、もう。意図した発言。意図した発言ですね。はい。まあね、こういうわけで、今すごく伸びて、もうこれ、ね、倍ぐらいになってますからね、1ヶ月ぐらい。すごいですね、でも ね。そうそうそう、すごい。その窓開けてるとこあるじゃないですか。ああ、なんかね。10月の、ね、ポンって、ね。この前に仕込みたいですね、こういうのね。本当はね、そうですけどね。なんか出会ってね。多分決算かなんかあったんでしょうね、うん、これね。わかんないですけど、ね、はい、分割の情報が出たとかあるんですかね、まあ、よくわかんないですね。やっぱ後から見るとわかんないです。うん。分割したからで、ね、情報が出たからって、そんな何でもかんでも上がるもんじゃないんで、ね、最近直近でブゴーって上がってるのはきっかけ多いですけど、それはもともと株価が上がって、めっちゃ上がってるから、さらに分割するぞっていうので合わせ技で上がってるっていうのが多いですね。はい。はい、まあ、昔からまあここを応援してる人たちにとってはいい、うん、はい、ことですね。いいことでございます。はい。といったところで、中長期バーレというかね、熱い個別の話も、この辺で終了でございます。